フランク・ジュリアンス・スプレーグ、アメリカの発明家、電気駆動の父、フランク・ジュリアンス・スプレーグは、アメリカ海軍の士官、発明家で、モーター、電気鉄道、電気式エレベーターの開発に貢献した人物である。彼の発明は、交通機関の改善を通じて、都市の規模を拡大することを可能にし、エレベーターを利用して、超高層建築物を建設することにより、 商業の集積を可能にしたという点で都市の発展に大きく貢献した。このため彼は電気駆動の父と呼ばれている。日本語ではスプレーグをスプレーグと表記することもある。スプレーグはコネチカット州ミルフォードで1857年に生まれた。ドゥルーリー高校に進学し数学に優れていた。 1874年、メリーランド州アナポリスにあるアメリカ海軍兵学校への入学許可を得た。1878年にクラスで7番目の成績で卒業している。スプレーグはアメリカ海軍に少尉として任官した。海軍在籍期間中、彼は最初にリッチモンドに乗り込み、続いてミネソタに乗り込んだ。彼の上官が、 ロードアイランド州ニューポートにいた1881年、彼は新型の発電機を発明した。ヨーロッパ戦隊の機関であるランカスターに移動した後、彼は海軍の船に最初の電気式予備林を設置した。スプレーグは1881年のパリ電気博覧会と1882年のイギリスシドナームの水晶グルでの博覧会に、 出席するために休暇を取得した。水晶具では、内燃機関や発電機、照明器具に関する省の審査員を務めた。1883年、トーマス・エジソンの同僚のエドワード・ジョンソンがスプレーグを、海軍を辞めて、エジソンの研究所に来るように説得した。ニュージャージー州メンロパークのエジソン研究所での彼の貢献の一つに、 数学的手法の導入が挙げられる。彼が参加するまで、エジソンは費用のかかる実験の試行錯誤をかなりの数で実施していた。スプレーグの方法では、数学を用いて最適な設定を計算し、不必要な繰り返し実験を大幅に省略することができた。また、エジソンが開発した 中央変電所からの送配電システムの修正など、エジソンのために重要な貢献を行った。1884年、彼は電気の他の分野に関心を移し、スプレーグ電気鉄道、モーター会社を設立するために、エジソン研究所を離れた。1886年までに、スプレーグの会社は固定ブラシで火花の出ない低速回転モーターと、 電気モーターで駆動される装置から電力系統へ電力を返す改正技術という二つの重要な発明を行った。彼の新しいモーターは負荷の変動に関わらず低速で回転する初めてのものであった。このモーターはエジソンに唯一の実用的な電気モーターであると保証され直ちに普及した。また、改正技術は 電気鉄道や電気式エレベーターの開発にとって重要なものであった。1920年代のバージニア州リッチモンドの路面電車。画像の電車は当時北米各地で使用されていたパーリー・トーマス車製の量産型。映っているのはエースストリートとブロードストリートの交差点。スプレーグはまた路面電車用の架線から終電する方式も発明した。 バネの力を利用したトロリーポールは1880年に発明された。サオ上のポール本体先端の架線と接触する部分には、修道によるスライダーシではなく、トロリーホイールと呼ばれる金属製の滑車を用い、走行中この部分が回転しながら架線と接触、滑車とその軸受け経由で架線からの電力を車両に供給、機制には、 車輪と線路を用いる構造としていた。1887年後半から1888年初期にかけて、このトロリーポールを用いてスプレーグは、最初に成功を収めた、路面電車システムである、リッチモンドユニオン両角鉄道を、バージニア州リッチモンドに付設した。長らく交通の障害となってきた、リッチモンドの10%を超える勾配のある丘は、 彼の新技術を他の都市に普及させるために優れた実証場所となった。その年内に多くの都市でコストのかかる馬車鉄道から電気鉄道への置き換えが進んだ。1889年までに各大陸でスプレーグの設備を備えた110もの電気鉄道が運行を開始したかあるいは計画されていた。1890年に スプレーグの発明に必要な設備のほとんどを生産していたエジソンは彼の会社を買い取りスプレーグは次の関心を電気式エレベーターへ向けたリッチモンドの路面電車での旅客輸送量の増大と高速化の経験を通じてスプレーグは同じような輸送の改善を電気式エレベーターにより垂直方向の輸送でも達成できると考えるようになった彼は エレベーターの単位シャフトあたりの輸送能力を向上することで所要時間を短縮して乗客にとって利点となるばかりでなく水圧駆動式の遅く能力の低いエレベーターのためにフロア面積の広い部分をエレベーターシャフトが占めて結果としてビルの高さを制限していたことを改善して高いビルの収益を改善することもできると考えた1892年 スプレーグは、スプレーグ電気式昇降機会社を設立し、チャールズ・アール・プラットと共に、スプレーグ・プラット式電気エレベーターを開発した。彼の会社では、木膝橋床制御の自動式エレベーターや安全上の、カゴの加速度制御、多くの貨物エレベーターなどを開発した。スプレーグ・プラット式エレベーターは、従来の水圧式や蒸気式のエレベーターに比べて、早く動作し、 搭載能力も大きく、世界中で584台のエレベーターが設置された。スプレーグは1895年に会社をオーチスエレベータカンパニーに売却した。エレベーター制御に関する経験から、スプレーグは電気駆動の開発をさらに進展させることになる。電気鉄道の総括制御システムの開発に取り組んだ。総括制御システムでは列車の 各車両がモーターを搭載している。制御伝送線を通じて、リレーを動作させることにより、運転士は列車のすべての駆動モーターを強調して操作することができる。機関車を使用しない鉄道では、すべての車両に乗客を乗せて収入を上げることができる。また機関車を使用する鉄道でも、一人の機関士が複数の機関車を同時に制御することができる。 スプレーグの総括制御システムへの最初の注文は、イリノイ州シカゴのサウスサイド高架鉄道からのものであった。この鉄道は現在、シカゴエルとして知られる高架鉄道の一部である。シカゴでの成功により、ブルックリンやボストンで総括制御システムの契約を獲得することができた。1896年から1900年まで、スプレーグは、 ニューヨークセントラル鉄道のターミナル電解委員会に加わった。この仕事には彼が路側信号機に列車が従うことを保証する自動列車保安装置を設計したニューヨークグランドセントラル駅が含まれている。彼はスプレーグ保安制御信号会社を設立してこのシステムを開発、制作した。第一次世界大戦の期間中、スプレーグは 海軍コモニー委員会の仕事をした。続いて、1920年代に、彼は、フロア面積を節約するために一つのエレベーターシャフトで二つの独立したエレベーター、確定用カゴと急行用カゴを安全に動かす方法を開発した。彼はこのシステムを、エレベーターの加速度や速度が課題になった時に、自動的に動作するエレベーター保安システムと共に、 ウェスティングハウスエレクトリックに売却した。スプレーグの電気駆動に関する開発の影響により、都市規模の拡大が可能になるとともに、エレベータの開発が商業のさらなる集積を可能にし商業ビルの収益性を改善した。100年以上前のスプレーグの数々の発明が現代のライトレールや地下鉄を可能にし、それは今でも基本的に同じ原理で動いている。 スプレーグは1889年のパリ、電気博覧会で、金賞、1904年のセントルイス博覧会で、大賞、同年エリオットクレッソンメダル、1910年に、電気科学、電気工学、電気技術に対する賞賛に値する業績で、アメリカ電気学会のエジソンメダル、1921年に、フランクリンメダル、1935年に、 ジョン・フリッツ・ゴールド・メダルをそれぞれ受賞した。フランク・スプレーグ、ハリエット・スプレーグ夫妻には、ロバートとジュリアンの二人の息子がいた。ロバートは1935年に、フランク・スプレーグの生涯を通じて、最後まで彼は驚くべき仕事の才能を発揮したと、書いている。そして一度新しい発明や仕事に取り組むと、彼は、 疲れ知らずで常に改良に取り組み続けた。彼は素晴らしく注意深く、中途半端に妥協することに我慢がならなかった。仕事に対する彼の情熱は決して衰えず、亡くなる。ほんの数時間前にも新しく設計した彼の最新の発明品をベッドの脇に持ってくるように頼んだ。1934年のスプレーの死後、彼の未亡人のハリエットは彼の集積した。 膨大な量の文献をニューヨーク公共図書館に寄贈し、それは現在でも気候本部門で閲覧可能である。スプレーグはバージニア州アーリントンのアーリントン国立墓地に葬られ、ハリエットもまた1969年に亡くなった後、その脇に葬られた。1959年、ハリエット・スプレーグはミルフォードにあるスプレーグの聖火に近い、 コネチカット州イーストヘイブンにあるショアライン路面電車博物館にスプレーグムネのための基金を寄贈した。この博物館はアメリカ合衆国で最も古い動体保存の路面電車の博物館であり、また路面電車関連の製品を最も多く集めている。1999年にフランクとハリエットの孫のうちの二人、ジョニエル・スプレーグとピーター・スプレーグが テープカットを行い、ショアライン路面電車博物館の新しい展示品である1884年のスプレーグのモーターの運転を開始した。そこでは、新しい常設展示として、フランク・ジェイ・スプレーグ、発明家、科学者、技術者というコーナーが、電気が都市の発展に果たした役割と、電気駆動の父が果たした役割を説明している。ありがとうございます。